2021年後期の NHK 朝の連続テレビ小説「カムカムエブリバディ」のアンコール放送が18日から始まる。ネット上で屈指の名作「令和朝ドラ」の最高傑作とも称される人気作だ。放送時間にも多くの反響が集まっている。この再放送は総合テレビで、 毎週月曜日から金曜日までの午後0時30分から午後0時45分まで NHK プラスでも配信されるこの連続テレビ小説アンコール枠は今年4月に移設されたもので同月からは2001年前期のチュラさんを放送していたネットはこの時間の方がバッチリ見れるのよね昼休憩にチャンネル券ダッシュしましたとワクワク号泣必至のため この時間の「カムカム」再放送は非常に見やすいんだけど12時45分に涙で崩れたアイメイクと情緒をどうしたら昼にリアタイしたらあかんやつ再放送昼リアタイで見れたとしても涙でその後大変になりそうだから常に録画しといて夜見ることにするというファンもまたおむすびの直前じゃん「カムカム」もおむすびも大好きだから昼からの30分は感情が忙しくて大変 と嬉しい悲鳴も寄せられた「カムカムエブリバディは」は京都岡山大阪を舞台にラジオ英語講座と共に歩んだ祖母母娘の親子三0百年のファミリーストーリー女優の上白石もね深津絵里川江恵里奈の3人がヒロインを務めたことも話題になった